まあでも本当ね、楽天でそれ一軍のコーチをね、もう疲れたっけな。まあでも呼んでください、ありがとう、本当にありがたくて疲れたって。毎晩今でも嫌だもん、なんかポンポンってなるの。だからでもマナーにしてる。あーですよね。ポンポンってなるんだ、なんだよ。未だにですか。未だに。だからなるからマナーにしてる、来たかね。独特ですもんね、あのバイバーはですね。なんだバイバーと思いましたもんね。バイバー？ああみたいなですね。もう夜中に来たっけな、連絡な。もう来ましたね。あの天の声というかですね。なんかもう俺ビクッとしちゃう。来たよ来たよってですね。いつもあの2人でご飯食べながらですね、もううわっ、一気にご飯の味もしなくなるぐらい。ここ毎日だもんな、グッチとな。なるべく時間はやったと思ったけどな、グッチでも。そうです。いつも俺の癒し系だったもんな。いや、でもありがたかったですよ。その一軍のコーチの僕も箔もつきましたしですね。うん。で、はい。で、秋でも俺の弟がな、はい、母ちゃんなんで応援に来たっつって、はい、飯食った時な、はい、あの秋でもの野郎が、いろんなたんちゃん、あそこで大だっちゃうんねよーって言ったら、これが、あれですね、あの秋でもさんですね。あの場面はですね、監督もですね、いろいろ考えてですね、代打を送ったもんですから、あそこの代打、まあ、そうですけども、おい、イライライライ、バレてんな。そうですよね、ありましたよね。だからもう本当でもね、大久保さんはそれで味覚障害になるぐらい。なったんだよ。そう。もう、食べてる味がしねえってなってですよ、途中もあのご飯の。何の味もしましたの？ね。コロナの走りだったのがあれ。コロナの走りかもしれない。味覚障害だ、ストレスで。そうです。味がしたもう味がしねえ、味がしねえって。何食べても味がしないって言ってですよ。あれな、ストレスだよな。長ければ半年1年かかるって言ったんだから、あれ調べたら。あ、そうですか。すぐ治ったけど、1週間ぐらいで。いや、でも楽しかったですけど、苦しかったですしね。負ければ地獄ですよね、それはもう。プロ野球ってな。プロ野球は本当勝てばですよ。もうこれ以上ない嬉しいんですけど、でもね、次また試合ですしね、次の日試合で勝ったってもう始まってるもんな。あの頃俺はだから監督室を離したってよ、コーチ室の横を辞めて、はい、ミーティングルームにしたって、はいはい、あの負けた後コーチはどうなってたの、あの時コーチ室って、まあ、バイバーが鳴るわけだって。そうですね、もうバイバー待ちで、まあ、正直コーチももうお通夜状態でしたね。天の声がね、必ず来ますから、天の声の時にあのこうピンピン、ポンポンってなるんですよね。で、バソバソ、バソバソってこう、必ず長くはないんですよ。はい、もう理論的に述べろとかですね、もう、理論的に述べろとか言われてもとか、もうあの論理的に述べろとかも、答えるな、きついよな。きつかったさ、あの試合よりもあの答えが答えられなくてですよ。どうも。キスがあったっけな。で、コーチ室も何？お通夜が。お通夜です。で、橋上さんがヘッドコーチだったよ。俺のとこ来たもんな。もうあの、欠板書を書いたみたいな。コーチ室でみんな、はいはい、その自分らの野球やろうって決めたの？あ、まあまあ、そういう話もありましたよね。とにかく、うん、まずは自分たちで、ね、しっかりと話し合ってね。うん、まず決めようということで話してくださった時もありましたよ。そうで、橋上さんが俺のとこ来て、まあ、みんな欠板書書きましたと。血の感覚は押してないけれども、はい、監督がもしこの自分でやりたい野球をやって、もし対談という形になるんであれば我々全員で対談するって意思を固めましたと、はい、だから思い切ってやりましょうって言った時に、あ、余計なもんなくちゃいけないと思った、この人たちは。本当にやめるぞ、このメンバーはって。うん、まあ、それだけね、コーチもやっぱり本当ストレスがかかってましたからですね。開幕してさ、ウィーラーが、だって白川なんか冒頭打っただけで、打球は左中間行ったから、ウィーラー追っかけていったんだよ、レフトかなんか、はいなはい、札幌ドーム、はい、で、それがホームまで持ってきて、またサードに白川が追った、冒頭を追ったんだよ、はい、だからウィーラー間に合うわけねえんだよ、はい、ちょっと打者走者なんかも入っちゃったかなんかして、うん、ありましたね。天の声が入ってな。何やってウィーラー外せみたいになったんだよね。そしたら達郎さんな、
今ゴマホームラン打ったらウィーラー外したら田代なんか組めるかみたいになって、覚えてる、コーチ室で。そうです、もう田代さん激怒じゃないですか。なあ、やめるっつって、え、1戦で1試合でやめんのだから西武球場で玉城さんがよ、玉ちゃんが、もう僕はグラウンドで立てないっつって、覚えてね、ミーティングで首脳陣だけど、なんかこの、なんかこういう気持ちで俺はグラウンド立てない。ありました、ありました、ありました。今日も明日の試合、僕はハードコーチはいけないから、うん、誰かやってくださいって、うん、ありましたね、いろいろ。俺あのままだとガンになったな。間違いないです。ガンになってる、俺一番先に今心臓やったり脳やったりしたけど、ガンが先だった。あれ思い出したけど気が重かったもんな。あの頃のストレスは本当もうなあ、ガンになるストレスです、あれ。あれな、はい、思い出すな。はい、思い出しますね。今日は飲むべ。はい、飲みたいですよね。ブエーブエーあれは本当、もうその上のあの肉食ったもんな。1キロだっけか。1キロ、1キロです。どこ行ったっけ、あの写真。1キロだよ、あの1キロ肉がすごかったですね。ああ、はい、あれ何年だろう、2000。お肉が焼けなくて、あの肉が焼けないっていうんで、ちゃんとその焼ける石みたいなのを用意してくださって、なあ、はい、その石につけながら食べましたもんね。そう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 、あの焼き切んねって、はい、なくなっちゃったの写真は。あのフェレ肉とかですね。フェレ食ってカラオケ行ってな、あの叱ったっけな、はい、あれからだから何年見極めしたっけ、ぐっちと。そうです、そうです。岡山行ったりしてたっぺよ。そうです、岡山も3年間いましたし、2020年からですね。トラさんみたいなことやってるよな。そうですね、もうなんかいろ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 、もう風天のトラじゃないですけど、まあこれも人生かなとですね。なんか一つのことっていうのはなんかあまり僕はできないタイプっちゃタイプなんですよ。そう、もう、はい、結構もうそこでガーッとやって、で次、はい、ガーッとやったら次みたいな。でまたこれがですね。でだ、あれだ、グッチとまたこう近づく、もっと近くなったのが、グッチがスカウトだけど、俺が足肉離れしたんだよ。そうです、あの福岡で肉離れされてですね、池田千佳さんとゴルフやってて肉離れしたんだよ、ふくらはぎを。そうです。で、あの前監督の藤本博さんに紹介してもらって、はい、で治療行って、あのハリ治療行ったじゃないですか。ハリ治療な、看板のない看板のない看板のない気持ち悪くなると痛くて、なんで松松でグッチと借り行って泊まったんだよな、はい、そうです、グッチ芸に。そうです、もううちにですね、うん、もうちょうど僕あの頃二軍のコーチしてたんで。そうだからね、はい、そうです。そんで鳥、焼き鳥を自分で焼く鳥屋行ったんだよな。そうです、地鶏屋さん、あの白金の、白金って言うんですけど、役員のですね、白金で、それ地鶏屋さんに行ってですね、お肉食べましたもんね。食べたよ、いてえのに。あの頃、あれでしたっけ、あの緑茶杯みたいなの飲みましたよね、緑茶杯でもあの時は酒入れなかったよ、見たくて。緑茶をあれでしたっけ、あのただ飲んで、いつも昔から俺緑茶だから、はい、行きましたもんね、もう、ね、バツバツ杖で、バツバツ杖で肉まで残したからって言ってですね、はい、で本当ちょうどまだ次の日休みだったんだよ。そうです、そうです、偶然。そうです。ほんで空港まで送ってもらって、はい、帰れなかった、その日痛くて足つけないですもんね。つけなかった、ふくらはぎ。言われたじゃないですか、大坊さんが、その俺肉離れなんかやったことなくて、よく肉離れ肉離れってよく言うけど、ね、あんなの嘘見て、嘘じゃねえかみたいな。はい、肉まだれ肉まだれって歩けねえ、無理っす、無理っす。もう僕らはもう楽天の時はもう頭が肉まだれしましたもんね、もう頭が骨折だしな。本当ですよ、まだリハビリ中かもしんねえわ。いや本当にレントゲン撮ったらもう天の声って出ちゃうぐらい、こうあの影が天の声って出ちゃうんじゃないかっていうぐらいですね。えっていうぐらいな。今日はあが落とすべ。そうですね、この後、まあ本当はい、よろしくお願いします。よし、もう本当久しぶりですよね、こうやってお会いしたのも。結局5、6年ぶりぐらいですよ。そうだよ、もう6、7年ぐらい経ってかもしれないですね。もうでもなんかグッチとは昔から5年悪くても昨日まで一緒だって感じだもんな。そうです、こうやって、ね、本当 何年ぶりかにお会いしたのに変わんねえもんな、またこうやってお互いな、はい、お話できるっていうのは本当に
ありがたいですし、こちらこそだよ。いやいや、もうそんなやつもう本当可愛がってるんで、ね、今日はもう飯食ってですね、そうですね、やるんですよ。はい、今日はもう飲みて飲み明かしたいですね。明かさねすいません、ありがとうございました。ありがとうございました。